皆さんこんばんは。9月26日の翔チャンネルです。今日から臨時国会がスタートしました。菅総理、ようやく初めて今日私たち国会議員の前で所信表明演説を行いました。おそらく1ヶ月以上総理に就任して経ったと思うんですが、所信表明演説をせずに、外遊に出かけられたりとですね、なかなか私たちの前でしっかりとその政策を語るということがありませんでしたが、今日初めて語られました。全体としての印象というのは非常にこう広く薄い所信表明演説だったと思います。言葉悪く言うとですね、国家観とか未来に対するビジョンというものがあまり感じられなかった。どういう国に菅総理をしていきたいのか、これがあまり感じられなかった所信表明演説だと思いました。ただ一方で細かい個別具体の施策がポーンといっぱい並んでる、そんなですね、所信表明演説だったんですね。そんな中でも、一つのビジョンというものをありまして、それは2050年までにですね、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにするということでした。だけどその内容が問題だと思うんですよね。菅総理が何を言ってたのかというと、この演説の台本があるんですけれども、ここにも書いてありますが、安全最優先で原子力政策を進めると書いてあるんですね。つまり、温室効果ガスをゼロにするイクオール原発を活用していくというふうに取れます。これはいかがでしょうか。福島の原発の事故があって、その反省を本当に踏まえているのかという点で、私はその将来に対するビジョンというよりは、本当に何ていうのかな、これがビジョンだとすると非常に残念だなというふうに思いました。ただ一方で不妊治療に対する、政策も述べられておりましたけれども、これは私たちは概ね歓迎するものです。ただ一方で所信表明演説にしては非常に細かい個別具体の政策がいっぱい並んでいるという、ちょっと違和感があるものでしたね。いくつかご紹介するとですね、例えば就職氷河期について、働くことや社会参加を促す、社会参加を促進できるよう、個々人の状況に応じた支援を促しますと。就職氷河期の支援やっていただかなくてはいけないんですが、じゃあ何をするのというところは見えてきていません。そして、人生100年時代を迎えてですね、介護人材の確保や介護現場の生産性向上を進めると書いてあるんですね。介護現場の生産性の向上を進めるって一体何なんでしょうか。生産性の向上というと、効率化とか、介護の現場、確かに効率化と聞こえはいいんですが、本当にその介護される側、介護する人たちの立場に立ったものになるのか、ちょっと疑問が残るところですね。生産性向上というのは政治の場において一つの気をつけるべき言葉だと思っています。あとはですね、そうですね、本当個別具体が並ぶんですよね。よく悪くも前の安倍総理なんかはですね、壮大なスケール感のあることを述べていらっしゃって、それと比べると、実務家らしい、官房長官をですね、長く務めた、菅さんらしい所信表明演説だったということもできるかと思いますが、少しビジョンとかというものが感じられなかったという点で、いかがなものかなというふうに思っているところです。臨時国会スタートしましたので、国会が閉幕するまでの間、しおチャンネルはこれから毎日の更新となります。それではまた明日。